アンチオツ、岡林はライトでスタメン入れるから。米食えないと大山が泣いちゃう。でも白米なしやで。岡林と木下は欲しい。若干気になるけどね、立浪と岡田で監督交換したどうなるか。ノイジーを岡林へ、坂本木下併用。中日は監督が岡田になるだけで4位争いできそう。実際岡田は暗黒オリックス引き受けて4位まで引き上げてるからな。ノイジー細川に聖夜。ベームタイガース。森下、細川、ノイジー、岡林ぐらいやなマジ。中日は投手コーチとヘッドコーチがまともになれば強くなりそうなのにな。勝ち系統はむっちゃ強いのになんで勝てないんやろ。ドンデンは中日の監督だとめっちゃやる気なさそう。ドン監督なら強打トレードなかったやろな。阿部にしてもトレードやめさせてたとは思う。アリエル軍事はわからん。ネオはショート専念させそう。岩貞8回、岩崎9回、ライデルとか対戦相手は夢も希望もないやろ。